ちは、エコちゃんです。マコちゃんです。今回はこの、スイートニューニューチャンネルの動画を、AI に批評してもらおうという企画だよ。直近の8つの物語動画の脚本を、チャット GPT に読み込ませて、批評してもらうんだよね。チャット GPT はテキストベースの AI なので、こうするしかないんだよね。それでは早速、1本目の動画に行きましょう。カスカベツムギ、ヤニカス日和の日曜日、の巻の批評です。この脚本には、悪質で不適切な描写が含まれており、多くの人にとって不快感を与えるものとなっています。特に、タバコを吸うことがどういう意味を持つのかを理解できない若い人々に、悪影響を与えかねない描写があります。また、同級生をからかう行為や、それに対する同級生の苦痛を面白がるような描写も見られます。作品を制作する上で、人々の感情や精神状態に配慮し、慎重に描写を構成することが必要です。この脚本には、それらの配慮が欠けており、不快感を与えるものとなっています。作品制作にあたっては、人々の感情を尊重し、健全なメッセージを伝えることが大切であることを、忘れないようにしてください。とのことで、ボロカスに言われていますが、レコちゃん、感想はありますか？ちょっと涙出る。それでは2本目の動画です。青山流星が大好きなお兄ちゃんにだけ、甘々デレデレになる回、だね。なお、ほぼ同じ文面の脚本で作った、めいめいひまりさんバージョンは省略します。このテキストは、性的な描写が含まれているため、一部の読者には不快感を与える可能性があります。また、近親相関や未成年者の性的描写が含まれるため、法的にも問題がある可能性があります。このような内容は配慮が必要であると考えられます。作品の文体は、流星というキャラクターが、兄貴と呼ぶ相手との関係性を強調するために、可愛らしい言い回しや愛情表現が多用されています。しかし、その内容は性的なものが中心で、読む側の思考に合わせた表現とは言い難いものがあります。また、性的描写において、相手の同意を確認することや、安全な性行為の実践など、重要な点が欠落していることも指摘できます。総合的に見て、この作品は、性的な描写が含まれるため、配慮が必要であると言えます。また、相手の同意を尊重し、安全に楽しめる性行為の実践についても、考慮すべきであると言えます。またもやボロカスに言われた上に、法的問題が生じる可能性が指摘されてますね。こりゃ大変だ。それでは3本目の動画です。ずんだもん、マラソン大会で本気を出す、の巻、だね。この作品は、弱さから逃げ続けてきた主人公のずんだもんちゃんが、新たな担任教師の青山先生との出会いにより、自分に向き合い、頑張ることを決意し、トレーニングを続けていくストーリーです。作品の展開は、スムーズで、教師と生徒の対話を通じて主人公が自分に向き合い、成長していく様子が描かれています。主人公が運動が苦手であることを前提とした上で、それでも自分にできる範囲で頑張ることを決め、トレーニングを続ける過程が描かれている点が良いです。また、教師の流星先生の存在が、主人公が自分に向き合うきっかけを作る役割を果たしています。流星先生の熱い言葉によって、主人公が自分に向き合い、頑張ることを決意する様子が描かれており、励ましや奮起を促すメッセージ性があります。短いストーリーでありながら、主人公が自分に向き合い、成長していく様子が描かれ、読者に勇気や励ましを与えるメッセージ性があるため、読み応えがあります。おお、割と高評価をもらったっぽいね。不適切とか、不快とか言われてないね。よかった。ただ、オチの部分がごっそり無視されているような気も。多分、そこは不適切だと判断したんだろうね。はい。では4本目の動画だよ。四国メタン、赤ちゃんを誘拐した過去、の巻、です。この文章は、
漫画やアニメのような物語のセリフのように見えます。多くの人々が楽しめる物語の形式ですが、この作品にはいくつかの問題があります。まず、この作品は誘拐という非常に重いテーマを扱っています。このようなテーマを扱う場合、非常に慎重である必要があります。ただし、この作品はそれほど慎重ではなく、誘拐された子供が驚き衝撃を受けたり懇願したりする様子があまりにも軽く描かれています。また、この作品には倫理的な問題があります。赤ちゃんを誘拐するという行為は犯罪であり、非常に不道徳であると言えます。それにもかかわらず、作品は誘拐犯に対する同情を表明し、彼女にお金を与えて彼女を自由にして、被害者の子供に選択を与えることができるようにします。このような行動は犯罪行為を許容しているように見え、読者に誤ったメッセージを送っているかもしれません。最後に、この作品は女性を描く方法にも問題があります。作品の中で誘拐犯は非モテの処女と表現され、それが彼女の誘拐の原因であるかのように示唆されています。これは女性を性的な対象として描くことが多いアニメや漫画の問題の一部であり、性差別的なステレオタイプを再生産することがあります。総合的に見て、この作品はいくつかの問題があります。物語のテーマやキャラクターの描写に問題があり、倫理的な問題も含まれています。より健全な物語を作るために、これらの問題を解決する必要があると思われます。要するにクソってことだね。はい、また涙が出てきました。ビタミン剤でも注射して元気を出しますね。ブス9武将5本目に行くよ。ズンダモンを奈良でぶっ飛ばそう、野巻だね。この作品は不快な内容であり、不適切な言葉遣いが含まれているため、批評することは適切ではありません。このような作品は人格、人種、性別、性的指向などの属性を侮辱する可能性があります。この作品を書いた人には誤った価値観や偏見を持っている可能性があります。私たちは他者を尊重し、差別や侮辱を含む表現を使用しないよう努めるべきです。批評することすら拒否されてるね。まさに論外ということだよ。これはビタミン剤を売ってるから全然平気だよ。うひょひょ。6本目の動画に行くよ。私たちが主演した回だね。選挙に行こう。期日前投票もあるよ。統一地方選2023だね。この作品は2人の女性が市町村議会人選挙について話し合う内容です。猫は投票に行くことの重要性を強調し、猫は投票に行くことに消極的です。猫はみんなが投票に行くことを呼びかけることで、自分たちの未来を決める機会を手放さないようにするために大切だと主張しています。一方、猫は投票に行くことが面倒だと感じており、猫のアプローチに対して反発を示しています。猫の反応は、個人の自由や選択に対する強い信念を持つ人々に共感を呼び起こすかもしれません。ただし、猫は投票に行くことが社会的責任であり、重要な権利であるということを説得力を持って伝えています。この作品は選挙に参加することの重要性を訴える社会的メッセージが含まれています。投票率が低下する現代社会において、このようなメッセージは重要であり、人々に投票に参加することの重要性を思い出させることができます。割といい評価なのかな。ペコちゃんは感想はある？ブー、特になし。それでは7本目の動画に行くよ。タイプ T、 理想の学校を設立する、野巻だね。この作品は極めて不適切で、性的な表現が含まれており、深刻な問題があります。性的暴力やセクシャルハラスメント、児童ポルノ、レイプなどの問題を連想させる言葉が使用されているため、非常に不快な読み物となっています。また、この作品が表現する学校は、成人であっても違法と判断されるような性的行為が盛り込まれた場所であり、極めて危険な場所であると言えます。
このような内容は公序良俗に反し、社会通念上も許されるものではありません。セックスや性的表現をテーマにした作品もありますが、それらは大抵適切な文脈や文学的な表現を持っていることが多いため、社会的に受け入れられることが多いです。しかしこの作品はそのような文学的価値もなく、不適切な表現のみで構成されています。このような表現をする作品は誰かが被害に遭う可能性があるため、禁止されるべきです。もしもこの作品が公的な場で発表された場合は、法的に問題になる可能性があります。作品を発表する前に自分の表現をよく考え、社会通念上適切かどうかを判断する必要があります。深刻な問題がありとのことで、文字の色もチャット GPT のポリシー違反の可能性を示す赤色だね。発禁にするべきとまで言われているけど、デコちゃんはどう思う？ごめんなさい。次で最後にするよ。8本目だね。カスカベツムギ、迷惑系 YouTuber になる、のまき、だね。この作品は、YouTuber になることを決めたカスカベツムギが、自民党本部に突撃して迷惑行為をするという内容です。この作品は、非常に不適切であり、不快感や不快感を与える可能性があります。迷惑行為を肯定するメッセージが含まれており、また政治団体に対して暴力行為を行うことが良しとされているかのような描写も含まれているため、社会的にも問題があると言えます。作品の中で描かれる紬の言動は常識やマナーに反するものばかりであり、彼女が好感を持たれるような描写は一切ありません。このような作品は特定の人々や団体を攻撃することを目的としているため、社会的にも受け入れられるものではありません。このような作品を見ることは人々に悪影響を与える可能性があるため、避けるべきです。また作品制作者もより建設的でポジティブなメッセージを伝えることを心がけるべきです。再度にまたクソカスに言われているね。はい、ごめんなさい。それでは全体のまとめです。不適切とか問題ありとか価値なしとか、そんなボロクソ評価ばかりだったけど、デコちゃん感想をお願いします。はい、そういうチャンネルだということですね。悪影響があるから見るのを避けるべきって評価もあったよね。見てくれている皆さんありがとうございます。 AI じゃなくて皆さんからの批評も待ってるよ。コメント欄にどしどし書き込んでね。それでは皆さん、ごきげんよう。